マイケル・フランシス・トロイはアメリカ合衆国の競泳選手。インディアナ大学の競泳、飛び込みチーム、インディアナ・フージャーズでドック・カウンシルマンコーチの指導を受けた。1960年のローマオリンピック4200メートル自由形リレーにアメリカ代表チームの一員として出場し、金メダルを獲得。個人種目の男子200メートルバタフライでも金メダルを獲得した。1961年にアメリカのカール・ロビーに破られるまで200メートルバタフライの世界記録を6回にわたり更新した。1971年に国際水泳殿堂に殿堂入りした。大学卒業後はアメリカ海軍士官となり、ネイビーシールズの選抜訓練を修了した。ベトナム戦争に従軍し、シルバースターを授与された。海軍退役後はサンディエゴに居を定め、不動産仲介業の傍ら、水泳を指導した。スタックの教え子にはマイク・スタムなどがいる。2019年に死去した時には、アリゾナ州チャンドラーで、オリンピック代表コーチを2回務めたマイク・ウォーカーと共にスイミングスクールを経営していた。また、オリンピック委員会国際部長や、アメリカ競泳指導者協会副会長、米国のパラリンピック、競泳代表チーム全国部長などを歴任した。ありがとうございます。